公式ブック夏一に掲載されたグラビア編を見てですね、投票されましたポイントと、そして TIM が送るライブ編を体感して投票してもらうポイントと合計で争うオーディションでございます。こちらにいただいております。はい、発表しますか。しますよ。はい、さあそれではですね、あーなるほど、ちょっと気になる、私も見たいです。いやいや、もう私が最初に。さあということで発表させていただきます。はい、最も獲得ポイントが多かった初代夏一クイーンは、フィロソフィーのダンス、マリリさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。南さんより結果できるよ。
さあということで皆様、はい、ね、初代夏内クイーンはですね、はい、フィロソフィーのダンスお靴マリンさんでございました。皆さん大きな拍手をお願いします。はい、おめでとうございます。ね、おめでとうございます。本当にびっくりしてますし、本当にまさかなれると思ってなかったので、ピッて来たら喜ぼって思ったんですよ。ピッて来たら喜ぼと思ったら本当に来たのでびっくりして、もう目が3倍ぐらいに大きくなりましたし、その時に一緒にファンの方がイエーってなってたらね、本当に頑張ってよかったなと思いました。呼びかけとかマリチとか言って言ってよかったなと思いました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。あ、もういつも通り最高でした楽しかったです。でも応援してくれるのマリチチ頑張るみたいな、グラビアクイーンにか夏チクイーンに なってほしいみたいな気持ちがファンの方からすごいひしひし伝わってきて、こうやっぱ数としてあんまり多い方ではないと思うので、数ファンの数で言ったら俺がみたいな感じで盛り上げなきゃって感じがすごい伝わってきて、ライブもすごい結構もう感謝がすごい溢れて楽しかったです。ありがとうで歌えるのはすごい楽しいです。すごい、すごい上がってしまいました。上がったなって感じ。え、でも私はマリーなら撮れると思ったので、なんか皆さんにマリーの素敵なボディーをマリチチをこう理解してもらえてとっても嬉しい気持ちです。で、メンバーもどんどん脱げ脱げって言って全力で応援してきたので、それが実を結んで本当にマリーすごいなって思うし、投票してくれた方に本当に、はい、ね、感謝だよね。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、もうバシバシに見せていこうと思います。みんな大好きになっちゃうと思いますので、本当に覚悟しておいてください。よろしくお願いします。お願いします